Jahre schon so für welche Leute es ist, weil ich meine, so quasi für so diese vielen bösen Buche, das ist ja lächerlich mehr oder weniger. Ne? Und ich meine, die Frauen so. Ja, wieder sein Kumbauer! Kumbauer!今日第一に出るのは東京プールの神様でございます。あのパブリックプールの、あの公共プールに浴びたことのある人手挙げてほしいんです。はい。嘘嘘、4人だけ、5年、あ、じゃあ5年もいるんだけど、あの多分、うちの話だろうね、40、うちのお父さんね、もう78歳になってるからさ、 彼の30代の頃だから、もう40年前の話なんだけど、まあ彼もうじいちゃんになってるんだけど、彼の若い頃で、まあ、どっかのプールに、多分どっかのちょっとゴージャスな感じのホテルについてるプールに行って、すごいあのタイパンも履いて、ちょっとプールに行って、ちょっとナンパでもちょっとやってみようかなって思ってて、すごい若い頃の自信も、 すごい血に走って、女の子をちょっと見ながら、ちょっとプールの周りを通って、結構何人か可愛い子もいたんだけど、結局、プールに飛び込んで、ちょっと泳いで、生まれ、また出てきたら、え、なんかちょっと不思議な感じ、え、あの、あっち、ちょっと離れたところに海岸が漂ってきて、あの、履いた時、脱げてきちゃったんだよね。 だから、これからね、あのプールに行くときね、あの公共の神様への、多分豚とか、まあ、ヤギでも大丈夫なんだけど、とにかく捧げ物をやっておかないと、こういう経験で終わります。じゃあ、どうぞ。終わり。もうこれ以上言えない。